イベント要件の厳格化につきましては、先般の四知事との会談でもその方向性を共有をしたところであります。まさに今回、急所である飲食を中心とした対策を講じていきますけれども、その飲食につながるようなですね、人の流れを制限しないといけない、実効性を上げるためにはその人の流れを抑制していくということも大事なポイントだと思っております。したがってその観点からテレワークの7割をお願いをしたいと思っておりますし、これはいわゆるエッセンシャルワーカーの方々などの配慮は必要ですけれども、できることについては7割お願いをしたいと考えておりますし、またイベントについても一定の制限をお願いをしたいというふうに考えています。そうした中で、他方スーパーコンピューター富岳などを使ってですね、私どもシミュレーションもやってまいりましたし、感染リスクが低いということのそうしたエビデンスも取ってきましたので、昨年の春のようにですね、何か一律に休業自粛、休業してもらう、休んでもらうというようなことは考えておりません。今まさにこの年末年始に限って東京、埼玉、千葉において、人数上限の目安を5000人にしている、引き下げているところでありますけれども、こういった今申し上げたようなことを全体的に勘案しながらですね、専門家の意見も聞いた上で、どのような形で感染拡大を防いでいけるのか、検討を急いでいきたいというふうに考えております。それから2点目の、時短の協力金につきましては、もうすでに総理から拡充する旨の方針を述べられているところであります。今回、まさに急所であるというふうに分科会専門家の皆さんから言われております、この飲食店の皆さん方に対して営業自粛の営業時間の短縮の要請をですね、これを酒類の提供は19時まで、営業は8時までということでお願いをすることになります。事業者の皆さんに応じていただけるようにですね、協力金を都道府県から給付をする、支給をする、そのことについて、しっかりとした拡充をやっていきたいというふうに考えているところです。具体的な金額等については最終の詰めを行っております。具体的な私ども消費がどうなっていくのかとかですね、いろんなことはいろんな計算はできますので、そういったことも行っておりますけれども、まさに3次補正予算を提出をし、そして必要に応じて経済の状況を、それぞれの事業者の状況を見ながらですね、機動的に予備なども活用して支援を行っていきますので、私ども年末にお示しをした経済見通し、これを実現できるようにですね、しっかりと機動的な経済運営、万全を期していきたいというふうに考えております。